こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、人気のお菓子転売、儲かる売り方を大公開します。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。はい。えー、この動画では、メルカリで結構ね、意外にお菓子っての売ってますので、それをね、まあ非常にあの、まあ売れるのかなと思って、ちょっと分析してみましたので、ぜひね、まあ紹介させていただきます。はい。でまずこちらですね。まあお菓子と検索、 していただいてですね、まあ、見てみます。で、こういう韓国とかあるんですよね。で、まあ、これなんか、パッと思ったんですけど、はい、これなんですよね。これっていうのは、おそらく、まあ、あの、お菓子問屋さんで買ってきてね、それを多分ばらして売ってると思うんですよ。で、お菓子問屋さんだと、大体お菓子ですね。 えっと、私の地元もあるんですけど、大体、あの、3割引ぐらいなんですよ。すごい安いなと。下手すと半額ですね。例えば、チョコレートが10個とか20個入って、まあ、通常2000円のところ1500円とかね。まあ、あの、バーゲンセールとかになってくるとすごい安いんですよ。そういったのをね、売ってるような気がするんですよね。これ全部バラしてね。はい。で、あの、パーと見て面白いのがあったんですけど、まあ、ぜひね、これは多分、 すごい簡単にできるんで、ぜひあの紹介、まあ、したいんですけど、まあ、これ、ちょっと下スクロールしていただいてですね、えー、これですね、このアメさんなんですけど、あれないかなあ、ちょっとないかなで、これですね、ちょっと、これです、この、そのままレモンってあるんですけど、これって80、808円ですね。で これ見たら、6個じゃないですか。ってことは、これ100円ショップで買ってると思うんですよ。なんで、送るだけでも、もう、確実に利益出ます。これは。誰でもこれできますよ。100円ショップ行って買ってきて売ればいいんで。ま、なので、ぜひね、あの、まあ、これなんか、こう、これを真似していただいても売れると思うんですけどね。あとドンキーホーテとかで多分、こういうのって、まとめて売ってるかと思うんですよ。なんで、こればらして売ってるかと思うんですよね。 ま、ぜひね、こういった風でも利益、これ100円か150円くらいだと思うんですよね。おそらく。配送代とか入れちゃうと。すごい安いの多分やってると思うんで。なので、ぜひね、こういった風にやっていただければ、まあ、お小遣いでもね、出せると思うので、ぜひね、試していただければね、いいかと思います。はい。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリーマニュアルプレゼントします。ニックネームかスタンプお願いします。それとゼロに転売コミュニティ始まりました。 ライン登録をゼロイン転売コミュニティに参加したいとメッセージをください。ぜひね、紹介させていただきます。あと YouTube から質問一切受け付けてません。LINE アット登録にお願いします。よろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。